オーサリングツール、またはオーサリングソフトウェアは、コンピュータで、いわゆるメディアコンテンツを作るためのアプリケーションソフトウェアである。グラフィックツール、音楽ツール、出版系、ウェブサイト制作や運営管理に用いるウェブオーサリングツール、ゲームやスライドショーなどの制作に用いるマルチメディア系、DVD ソフトの制作用などがある。アップルのプログラマ、ビル・アトキンソンが開発したハイパーカードが、マルチメディアオーサリングツールの元祖であると言われている。ハイパーカードはプログラミング環境としてもよくできており、ゲームなどの作品制作をはじめ、ペイントツールのようなツール等も作ることができる。その後、ハイパーカードを元にしたスーパーカードやオラクルメディアオブジェクツなど、数々のマルチメディアオーサリングツールが出回った。日本ではパソコン通信全盛期には、MASL、LAY、FILLYといったマルチメディアオーサリングツールが主流であった。富士通の FM タウンズにはTownsGEARというマルチメディアオーサリングツールが付属していたが、その後、Adobe のディレクターやフラッシュが主流になった。e ラーニングのコンテンツとして、Microsoft Office、PowerPoint のスライドと、それを発表している様子を撮影した動画を合成する各種ソフトウェアもオーサリングツールであり、合成作業自体をオーサリングと呼んでいる。HDR に対応するもの。HDR に対応しないもの。DCI 準拠 JPEG2000 連番画像や DCDMTIFF 連番画像などの映像と PCM 音声から DCP を作成するためのもの。なお、DCP パッケージの直接生成に対応する動画編集ソフトウェアとしてDaVinci ResolveやAdobe Premiere Pro なども存在する。DCP の再生には、easyDCP Player、Cineplayer、QuVIS DCPPlayer、NeoDCP Player、VLC メディアプレイヤー 2.2 項などが対応している。IMF は Netflix などの UHD ストリーミングで使われている。IMF 形式の直接出力に対応する動画編集ソフトウェアとして、DaVinci Resolve 15以降、Avid Media Composer 2019以降なども存在する。多くの動画エンコードソフトウェアは標準で YouTube や Facebook などへの動画のオーサリングに対応している。360度動画の出力に直接対応するソフトウェアとしては Adobe Premiere Pro CC2015.3 以降、Final Cut Pro X10.4 以降などがある。360度動画の再生には VLC3 以降、スクラッチプレイ、GoPro VR プレイヤー、ワーリギグプレイヤーなどが対応している。YouTube の HDR 動画は H264 10bit、ProRes 422、ProRes 4444、DNxHR HQX、VPQ プロフィール2のどれかのコーデックにエンコードする必要があり、また、動画コンテナには HDR メタデータを付加する必要がある。この出力に対応するソフトウェアとしては、DaVinci Resolve、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects などが存在する。Netflix の HDR 動画は IMF 形式を採用している。IMF 形式の出力に対応するオーサリングソフトウェアは IMF 対応を参照。AB シネレスト、LLC アクワイアーズ、オーサリングテクノロジービジネスワイヤー2014年9月23日、AB レジストレーションステートメントアンダーザセキュリティーズ、アクトオブ1933ソニックソリューションズ、アメリカ証券取引委員会2001年9月14日、ベガスフォーラム、サポートマジックス2020年8月8日、VLC プレイヤー 2.2、With X265&DCP サポート、スラッシュカムニュース2015年2月12日、DaVinci Resolve 15リリースドイズフュージョンビルト、インクグプレス2018年4月10日、Avid Unveils All New Media Composer with Modernized UI 32、Bitful Float Color Processing Studio Daily 2019年4月6日、Which IMF Specification Supports easyDCP, Fraunhofer IS, Hat those easyDCP Player support IMF Fraunhofer is hat Cinesart SDCP IMF Mastering Solutions While and Anini Certified for Dolby Atmos Cinesart 2014年10月発月 ASDCP ファイルアクセスライブラリーCinesart Hat Download as DCP Cinesartハットドルビーアクワイアーズドレミドレミラブス2014年11月3日新機能の概要 Adobe Premiere Pro CC2015 リリース Adobe 2016年Final Cut Pro X Final Cut Pro 10.4 の新機能 Apple 2018年1月26日 Final Cut Pro X 360度ビデオの概要 Apple 2018年1月26日ABC アップロードハイダイナミックレンジビデオズ Google ありがとうございます。